smoke every day, weed every day. We smoke weed every day. Every day, smoke every day. Smoke weed, smoke every day. 二人とも何をしてるの？別に。ななこさん。ほら、ちさちゃん。よりくんから降りて。よかった、普通の人がいてくれた。お疲れ様です。ななかさんも一杯どうですか？ありがとう。それじゃこれもらうね。え、それは小手川さんの飲みかけ。ねえ、何も聞くな。お前は何も見ていない。それでは次の証人を入廷させていただこう。殺人の瞬間を目撃した悲劇のレディーを。お待たせしましたよ。あ、え、証人、名前を。松竹梅代です。よろしくお願いします。証人はむやむにウィンクしないように。はい。今まで法廷中の男子のハートをわしづかみだぞ。何？ゴブリンか。あれはゴブリンではないな。見ればわかるでしょ。逃げるのよ。まさかウマリュウがいるなんて。ウマリュウ、アリゲーター。ウロコの、ありゃお前の親戚じゃろ。なんとかしろい。あいにくと拙僧、出家してよりこちら親戚付き合いもないもので。では拝見部さん、どうぞ。いらっしゃいませ。わあ、メンタル崩壊。はい、キューブさん、自分を偽らないで、私全体で。はい、少々お待ちください。笑顔でね。また失礼します。お客様の目を見ましょう。ありがとうございました。待ちきれないで。フレー、フレーアック。勉強の応援がしたいのか邪魔したいのかわからないんですけど。それに何ですかその格好。それは私から説明してやろう。来週我が校が開催する。会長。あらあら。大丈夫ですか。さてシーナ、強い。よりくんは特にマスククリアが苦手みたいだね。幸いマスクなら持ってる。プールも海も近くにある。問題はいかに奴らにバレずに練習するかだ。潰すのは無理。高速は場所が。より気絶させるか。いや、今は夕食時だから。毒殺したらいいのか。いい笑顔で何言ってるの。あ、ちさ、盗み聞きとは趣味が悪いぞ。毒殺ほどじゃないと思うけど。地震。動くな。後ろ向いて両手を壁につける。よし、いい子だ。はい。武器は持ってないようだな。そこに隠しているものは何だ。出せ。いやいや、これを出したらまずいっす。それで何か言われたんですよね。女の人ですか。いやいや違うって。そっか、女の人なんだ。違うって。ルシアン、奥さんって夫の浮気は一目でわかるんですよ。浮気なんかしてねえし。名前聞いてもいいですか。なぜ。ご挨拶したいので。やめて。どうしてです。主人がお世話になった方にお礼を言いたいだけです。これまでのアコの発言で今のが一番怖え。ま、それでもキスはするんだけどね。すんのかよ。もちろん、タバコの件もあるしね。やっぱり怖いかい。別に怖くねえよ。じゃあ行くよ。やりくさい。臭いよカジさん。いいだよ、しょうがねえだろ。タバコやめた方がいいよ。うっせえな。お前彼氏かよ。あれって。
安藤だよね、うちのクラスの。なんで父さんと。マリのことをよろしくね。はい、大事にします。なんだそれ。お父さん、若い男の子が好きなんだ。いや、何よ。さっきのお詫びってわけでもねえが、あれから俺なりにいろいろ調べた。恋人として何ができるかって。ウエスト人が恋人同士ですること。ロザリオのプレゼントじゃない。だね、自分のロザリオを送るのが恋人の証なんだよ。それだ。お兄さん、誰。私たち探してます。めちゃんこ人気 RBL。 なんだろう、マルシェ。ワイのしてる婦女子とほとんど全部違う。めちゃんこ人気 RBL、 めちゃんこ人気 RBL。 猫耳、キャットやガイズ、ラブストーリー、ハウイズイット。なんか多分猫がする BL だろう。今日何冊か売ったし、これでどうだ。響いてねー。 OK、 How about this? マッスル&マッスル。 This must is 受け。おー、やめて。誰かちょっと、説教。おー、顔が強い。あのペンギン、なんか先輩っぽい。なら、古賀はあの元気なペンギン。私は違う、後ろからみんなについていってるペンギン。お尻も大きいしな。真面目な話だったのに。ふひふひ。お父様、バルター様、どうか今回の見合いはなかったことにしてください。今まで隠してきましたが、私のお腹にはカズマの子が。おい、童貞の俺に何言ってやがった。こらこのわしにかわいい孫か。はあはあ、二人がいつの間にかそんな関係になってたなんて。広めなくちゃ、早く町のみんなに広めなくちゃ。カズマと、なんてお前まで信じてんだよ。これもいいもんですね。おう、しかしこうなるとビールを飲みたくなるな。だな。せめて夜まで我慢しなさい。対抗者だ。やばい、隠れろ。よし、問題ないな。確かに今のなら人が乗っているようには見えませんよね。死体を運搬している普通の軽トラにしか見えないもんな。何やってんの。踊り狂いすぎだ。フレッシュクラッシュ。全然聞いてない。なんかごめんね、僕とは相性が悪かったみたい。謝ってんかね。薄野郎のデカ女にはお似合いの格好ね。釣れないな。ポプテピピック。コンボついちゃった。大きい魚釣れた。わあ、ピピミちゃんそっくり。なんだと。結婚ね、考えたこともなかったわ。私が思うにスミレはだな、普段はバリバリに働くキャリアウーマン。この書類に目を通しておいて。しかし家ではベターマン。お仕事疲れた。いや、って感じ。私はそんなだらしない顔はしません。ねえ、君って彼女とかいるの？いないなら付き合ってほしいな。え、いないけど。やっぱり私と運命の糸で繋がってるのね。彼女いないって。いそうにないもんね。だって好奇すぎるもの。超ウケる。フリーなんだ、超嬉しい。彼にふさわしいのはこの私。ポジティブすぎませんか。そんな、バカな。その通りよ。彼女たちの中からたった一人を選ばなきゃいけないなんて。あなたもバカなの。ゾタロに知らせるとしよう。うわおや、おどなたですかな。このちびっ子は、誰がちびっ子だ。ぶち殺されたいのか。我が輩の親父殿が川の向こうで手を振ってるのが見えましたぞ。お前の親父は生きてるだろ。あ、ところでそちらのちびっ子。おっと、お嬢様は一体。
おかえりなさい。お邪魔します。ようこそいらっしゃいませ。全然歓迎してないね。君がカンナちゃんだね。こんばんは。こんばんは。いいゴスロリだね。トールの知り合いは？もうすぐ来ると思います。はーい。ちょっと待っててください。バフニールさん、この前渡した写真通りにしてください。こういうおしゃれなところにもっとふさわしいやりとりがあるでしょ。おお、例えば？ほら、映画やドラマでよくあるじゃない。おごりだ。君の瞳に乾杯。乾杯。乾杯。おほう、なるほど、俺のおごりだ。目が、目が。君の瞳で乾杯。私の綺麗なイメージ台無し。ご視聴ありがとうございました。スマホのみんなは画面下のボタンから、 PC のみんなはこちらからチャンネル登録をねさーす。はーい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこのお前、今からお前ん家行くからワンちゃん。